まずもって、度重なる総務省幹部職員の会食に関わる報道により、国民の疑念を招く事態となっていることにつき、改めて深くお詫びを申し上げます。また、国会のご審議にご迷惑をおかけしていること、合わせてお詫びを申し上げます。会食の件数や費用負担などの課題については、22日の午前には提出できるよう、すでに指示していたところですが、先日の新たな報道により浮かび上がった点についても、改めて関係者に聴取を行うなど、追加的に調査をさせております。いずれにしても、一刻も早く、正確に事実関係を明らかにすべく、全力で取り組んでまいります。国会からご指摘いただいている事項については、官房長から報告をさせます。総務省大臣官房長、原邦明君。原君。この度は、度重なる総務省幹部職員の会食にかかる報道により、国民の疑念を招く事態となっていることにつき、改めて深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございません。今回、文春オンラインで公開された音声データを関係者に確認させたところ、結果は次のとおりであります。株式会社東北新社の木田幸男氏および菅政合氏については、お二方ともに自分だと思うとのことでございました。また、秋元に改めて確認いたしましたところ、木田氏や菅氏の BSCS、スターチャンネル等に関する発言はあったかもしれないが、よく覚えていない、小林文明議員に関する発言は私の音声かと思われるとのことでございました。総務省としては、これまで国会からの再三のご指示もあり、一刻も早く調査結果をご報告すべく、誠心誠意取り組んでまいりましたが、新たに疑念を生じさせる事態となったため、改めて関係者に聴取等を行うこととしたいと存じます。具体的には、週刊誌報道に関する事項等について、谷脇、吉田、秋元、井本4名に対し行うとともに、それ以外に国家公務員倫理規定違反の恐れのある者がいる場合には、そのものも含めて再調査いたします。東北新社側についても、二宮氏、三上氏、木田氏、菅氏4名から同じ事項について再聴取を行うことといたします。その上で、先日来、野党の皆様からご提示いただきました会食の件数や、負担者、負担額など、積み残しの課題については、大臣からも早急に提出するよう指示があり、22日の午前には提出させていただきたいと存じます。以上でございます。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。道下大樹君。委員長。道下君。立憲民主党、道下大樹です。今日は地方税法等の法案について審議をさせていただきますが、その前に、今日午前中、予算委員会でも質疑をさせていただきました、総務省幹部の接待疑惑について、何点か質問させていただきますが、これ、今、原官房長からお話がありました、菅氏と木田氏はご自身、それぞれお二人とも自分の発言だと思うと認められた、でその中で、その次に秋元氏に関しては、木田氏や菅氏の BSCS、スターチャンネル等に関する発言はあったかもしれないが、よく覚えてない、小林文明議員に関する発言は私の音声かと思われるということでございますが、では秋元局長にお伺いしますが、木田氏や菅氏が BSCS、スターチャンネルに関して、発言をしていたということは あったかもしれない、よく覚えてないだけども、うすら覚えている、もしかしたら言ったかもしれないというふうな認識でよろしいですか。秋元情報流通行政局長。お答えいたします。文春オンラインの記事が掲載され、またネット上に
アップされました音声データを私も確認いたしました。その上で、木田氏や菅氏ご自身も BS、CS についてのご発言、ご自身のことであるというお話でございますので、この BS、CS、スターチャンネル等に関する発言はあったものと今はもう受け止めております。委員長。道下君。まあ、今秋元局長はあったとお認めになられました。まあ、ご本人が BS、CS という発言はされてなくても、菅氏や木田氏が BS、CS の話をしている衛星放送スターチャンネルの単語を使って会話をしている中に秋元局長がいらっしゃった。そこで話が出てきた小林真明議員に対するこの話題が上がって、そしてその会話に参加されてたということだから、その会話の中にいらっしゃる。つまり BS、CS など放送行政全般に関わる関することについての会話の中に入っていたということを今お認めになったということでよろしいですね。はい、秋元情報流通行政局長。木田氏や菅氏が BS、CS、スターチャンネル等に関する発言をしている中で、私自身同席していたということかと受け止めております。はい、道下君。まあ、今、同席していたとお認めになれました。その会話の中、会話があった、そこに同席した、つまりそれは BS、CS、スターチャンネル、衛星放送という、この会話の中に入って、そこにいらっしゃったということは、そういう総務省の所管事項である放送行政に関する会話があったということであり、もうすでにこれは以前の答弁と食い違うと思いますが、それでよろしいですか。秋元情報流通行政局長。先週までの答弁の段階で、私は記憶にないというふうに答弁してまいりました。週刊文春の2月最新号で記事が掲載され、私自身、全く記憶になかったことがここに書かれていた。その上で音声データをチェックし、その流れの中で私自身の小林文明議員に関する発言、私の音声かと思われました。また前後して木田氏、菅氏の BS、CS、スターチャンネル等に関する発言があったものと今は受け止めております。はい、委員長。道下君。今秋元局長がおっしゃいました、今はこのそういう CS、BS のチャンネルの話があったというふうに認識をしてされているということでありまして、答弁が前回とは違うと、虚偽答弁であったと言わざるを得ませんし、またそういう会話の中に入っていたということを今認められたということは、これは事業関係者であるということの認識もあったということであります。これは明らかに今利害関係者かどうか、総務省並びに国家公務員倫理審査会によって調査をしているところだという答弁でありますが、利害関係者ではなくても倫理規定においては事業関係者とのこの総務省の所管、幅広くこの総務省の所管事項に関する事業関係者との会食等も、これは倫理規定に違反するというようなものがさまざま漫画本にまでも書かれているということであれば、これはまあ調査の正確な結果を待ちますが、もうこれは秋元局長が事業関係者と会食をしていた、今それをお認めになったというふうに私は受け止めさせていただいております。で、先ほど小林文明議員の発言は予算委員会においても、また先ほどの原官房長からの、説明においても、秋元局長、私の音声かと思われると認められました。先ほど予算委員会ではもう本当に小林議員に対して尊敬し仰ぎ見る存在であるとおっしゃっていました。でもここの報道である
そして先ほども認められた小林議員に対する発言、何とおっしゃったんですか、秋元局長。秋元情報流通行政局長。ネット上にアップされた音源で確認をさせていただきましたところ、どこかで一杯地にまみれないと、全然勘違いのまま言っちゃいますよねという発言をしており、その音声は私自身のものであろうという確認をさせていただきました。委員長。道下君。一杯地にまみれないとと思った方は、小林文明議員についてですよね。確認です。秋元情報流通行政局長。ご指摘のとおりでございます。大変失礼な発言をしていたことを深く反省しております。委員長。道下君。先ほどの参院会では仰ぎ見る存在とおっしゃってましたけれども、この会食、お酒が飲んで心が開いて、私は会食中の方が本心の会話だと、ご本人の考えだと思います。それで仰ぎ見る存在じゃなくて、一杯一にまみれる、我々議員に対して一杯一にまみれるということはどういうことでしょうか。想像しただけで本当にそうなりたくないと思いますが、それだけ、この秋元局長は、小林文明議員が総務政務官のときに行った衛星放送の新規事業の積極性に対して、非常にご不満があったのではないか、だからこのような発言があったと、私は受け止めております。もうすでに先ほどもありました、事業関係者と会話をしていたということはもう認められましたので、ぜひここはですね、武田大臣、そして調査されている総務省のチームの皆さんも、今まで本当に甘い、ぬるすぎる調査でした。徹底した調査を迅速に行っていただきたい。この国会も時間を無駄にされてしまいました。税金を無駄にされました。そういう十分に反省に立っていただいて、速やかに報告をしていただきたいと思います。そこでその調査の内容についてなんですけれども、予算委員会では、そういう原官房長が答弁で、BSCS スターチャンネルなどの発言があったかどうかという調査は項目に入っていないとおっしゃったと、私は記憶しておりますが、官房長、それでよろしいでしょうか。原官房長。お答えいたします。先ほど私が予算委員会で申し上げましたのが、これまでの調査では具体的にどういった内容の懇談のときにお話が行われたのかと、それから個別具体的な利害にわたるような話は出なかったのかという生き方でいろいろと聴取を行いました。その中では、BS ですとか CSS とかそういう話は出なかったということであります。その点ちょっと具体性を欠いた質問だったということで、その点は反省させていただきたいと存じます。委員長。道下君。これまで大臣も、そして原官房長も、調査に関しては、刻一刻と変わるもので、国会でもいろいろ議論されて、これについて発言したのか、これについて発言したのかと言ってきました。それらを踏まえて、本来であれば、調査項目も追加されるべきだと思います。そこで伺いたいと思います。それについては追加してこなかったという、私は怠慢だと思います。そこで今日お越しいただいてます、人事院の国家公務員倫理審査会の、岸本主席参事にお伺いしたいんですけれども、この調査項目については、その CSBS とかスターチャンネルだとか、そういった用語に関しての調査内容について、何らかの意見などは、されたのでしょうか、伺いたいと思います。国家公務員倫理審査会事務局、岸本主席参事官。お答えいたします。倫理法令で禁止しておりますことは、利害関係者から業務接待を受けること等の行為そのものでございまして、
便宜を図るなど行政権限を歪める行為があったか否かの問題につきましては、倫理法令の適用の問題とは別の問題と考えているところでございます。道下君。そうなりますと総務省がしっかりとその点も踏まえて調査項目を行っ記していなかったということで職務怠慢という言わざるを得ないというふうに思っております。そこでですね、ちょっと伺いたいと思います。これまで総務省においてこの事前に利害関係者やそう思われる方々と1万円以上の会食を行うといったときに事前もしくは、事後でもいいということなんですが、その事前に届け出を行うという一応決まりになっておりますね。で、事前通告しておりますけれども、これまで過去5年間で総務省においてそういう届け出がどれだけあったのかお伺いしたいと思います。原大臣官房長。お答え申し上げます。平成27年度から令和元年度までの5年間において8件のご報告があったということであります。道下君、はい、すみません、ちょっともう一回教えていただけますか。はい、じゃあ申し訳ございません。はい、じゃあ原大臣官房長もう一度ということです。お答え申し上げます。平成27年度から令和5年度までの5年間において令和元年度までの失礼しました大変失礼いたしました平成27年度から令和元年度までの5年間において8件、それから事後報告は0件ということでございます。委員長。道下君。そのうち今回出されたこの東北新社等のとの会食で名前が挙げられている、谷脇氏、秋元氏、吉田氏、湯本氏はの分は何件ですか。原大臣官房長。お答え申し上げます。過去においてはその4名の届け出はない状況でございます。で、令和2年度においてこの今回の一連の会食の中で3名について、事後報告があったということでございます。委員長。道下君。このそういう8件だとか届け出が出されたものについてその後そういう会食を行った、それによって何らかのこの会食を行った相手に対して利益誘導だとか何か許認可だとか公務員、国家公務員が地位を利用して何か行政を執行したのではないか、そういうある程度の調査というか、そういうことはないですか、ないですよねという調査というものは、これまで行っているでしょうか。原大臣官房長。ただいま、お答え申し上げます。ただいまのご指摘のある届けについては、人事院の方で様式が決まっておりまして、どういう目的で、どういう会合であったかというのをちゃんと報告に書くようになっておられます。例えば、異業種交流の勉強会ですとか、そういうのは私ども届けてみて、しっかりを見て、それで、あ、こういうことですねということでありまして、個別にですね、それを見て、さらにヒアリングするということは、人事院からも要請もございませんし、われわれもその届け出を見て、チェックをしていると、こういう状況でございます。委員長。道下君。今回の接待疑惑に関しては事前の届けがなかったわけでありまして、それでこういう疑惑というか、もうこれはもう先ほどの答弁で事業関係者とから接待を受けていたということが明るみになったわけであります。私はですね、この襟を正すというか気を引き締める、そういったこの武田大臣が何度もおっしゃるようなこの行政歪んでます、歪んでしまっています今回。それを正すために私は届け出されたものについては最低でもしっかりとその後調査を行うべきというふうに指摘をさせていただきたいと思います。で、秋元局長、新聞報道によりますと、これまで菅政合氏とらと飲食をしたのは過去4回で、直近を除く3回はその場で支払った
で今回だけ支払わなくて接待を受けた。理由はなぜですか。秋元情報流通行政局長。お答えいたします。理由は特にございません。今はその場でお支払いすべきであったと反省しております。委員長。道下君。ちょっとおかしいですね。私は過去その前の3回は割り勘にして支払っていたという、報告なんですが、それはやはり秋元局長自身が総務省という立場の公務員である立場であって、相手はやっぱり放送事業者であると、だから疑いはかけられないように割り勘で支払っていた。しかし今回届け出も事前の届け出もせず、そして接待を受けた。気の緩みというか、もしくはもうすでにこの時東北新社の関係の衛星のこの許認可の更新時期を控えていた。私はこれはもうそういうことだと分かっていて接待を受けた。他の会社からだったら全く受けないとこれまで答えられている。なぜか東北新社接待を誘われたのが菅総理のご長男である菅政合氏であったからお断りできなかった。他の元官僚の方々も OB の方々や、また放送事業者同業者の方々もそんな接待なんかできない、お土産渡そうとしたって受け取られないと言っている。やはりここには秋元局長や湯本氏、谷脇氏、吉田氏を誘った接待に誘ったのが菅総理のご長男であったからというふうに、私はというか国民が私は思っていると思います。その点しっかりと認識をしなければならないと私はそのように思っております。時間もちょっと参りましたので、この後同僚議員がこの接待疑惑について質問を続けて、いただきますけれども、本当に今回は官僚の皆さんは優秀かつ賢い方々であって、こんな普通は間違いというか倫理規定に違反することはしないと思います。菅総理のご長男の誘いだったからということで、これは先ほども申し上げましたけれども、私は秋元局長ほか皆さん本当にかわいそうだと私は思います。一生懸命頑張ってきてこれだけやって、でも断りきれなかった、それで接待を受けてこのように接待疑惑として総務省に迷惑かけ方もかもしれませんが、我々国会議員にも迷惑かけている、家族の皆様も心配されたと思いますし、週刊文春にはこの後も取材の蓄積を分析していくとおっしゃってます、書いてありました。もう絶対に嘘はつかないでいただきたい。虚偽答弁を続ける限り、これがまたひっくり返したときに、総務省のみならず、行政全体に対する信用失墜につながるということを、ぜひ肝に銘じていただきたいというふうに思います。さて、地方税法について質問をさせていただきたいと思います。まずですね、固定資産税の負担調整措置について質問いたします。住宅ローン控除の見直しにかかる個人住民税の対応に関する措置による個人住民税の減収